こういう岩をよく見ていくと足がかけられそうなステップがあるので、そういうところに足を置きながら、まあ、鎖は補助みたいな形で登っていきます。日頃の、まあ、稽古を修行を通して自分を完成させていく、自己を高めていく、というところを一番大切にしながら我々剣道しています。剣道自体は中学の時以来久々にやったんですけれども、エンターテインメントとして捉えたことはなかったんですが、まあ、あのような形で型を分かりやすく説明してもらえると、旅行のコンテンツとして使えるんじゃないかなというふうに思いました。